はい、どうも、まこです。今回のテーマはですね、立体交差というテーマでやっていこうかなというふうに思います。僕は現在生活保護を受給しながらうつ病と向き合って生活をしております。でね、今日はですね、映画鑑賞について、少しお話をしていこうかなというふうに思いますね。で、早速冒頭からなんですけれども、もしこの動画をご覧いただいている方で映画鑑賞が好きな方がいらっしゃればですね、この夏ね、見たい映画、あるいは見る予定だ、もしくはね、気になっているという映画がありましたらですね、教えていただけると嬉しいので、ぜひどうぞよろしくお願いいたしますというね、内容で今日はこの動画を撮りました、ね、で、映画についてなんですけど、僕はね、映画鑑賞についてはそこまでむちゃくちゃ深くはないんですけど、時々家にいるときはパソコンで見ますね。最近はコロナになってからね、映画館がね、一時期閉まってた時期とかがあったりしてね、Amazon プライムとか Netflix とかがね、流行って家でね、映画を見るっていう人がすごく増えたんじゃないのかなっていうふうに思います。僕もね、そこそこ家で映画を見る機会が増えましたね。あの、映画はね、やっぱり家で見れるんで、誰もがね、楽しめる趣味やなっていうふうに思ってるんですよね。で、もちろん劇場に行って大迫力の画面で見て楽しむっていうのもありなんですけど、今は結構劇場が空いてますけど、家で映画を見たりとか、ね、する人も多いのではないのかなっていうふうに思います。で、皆さんは映画はどうですかね。映画結構好きな方とか、よく見る方とかいますかね。僕はね、最近見た映画のお話なんですけど、パルプフィクションっていう映画がすごく好きで、僕パルプフィクションを久々にですね、最近見ましたね。94年の映画で、当時の制作会社がディズニーに買収された直後にね、出た作品なんですけど、まあ、すごくね、僕このパルプフィクションはね、もうすごく好きで、何回も見れる映画で、ね、数ヶ月に1回は見てます内容はね、銀行強盗のお話で、ギャングが出てくるお話なんですけど、このパルプフィクションの良さはね、映画のシーンがあるじゃないですか。その映画のシーンの時系列をバラバラにして工作させた手法を確立させた最初の作品がこのパルプフィクションだっていうふうには映画史で言われてるんですよね。で、新しい手法の原点を探るとかっていうの僕結構好きで、で、そういう作品を、ね、見ると、まあ、やっぱりね、面白いなっていうふうに思いますね。僕の中でね、好きな映画を決めるってなったら、1回だけじゃなくて2回目3回目見たくなるような映画が僕の中ではフェイバリットムービーかなっていうふうに思いますパルプフィクションはね、何回も見れるんで、で、こう2回目3回目とかで回数を追うごとに見る角度がね、変わっていくんですよね。そういう感覚があって、で、僕はそれがすごく好きで、パルプフィクションも最近見ましたあんまりネタバレはしたくないので深く話はしないんですけど、チーズバーガーをね、なんか食べたくなるような作品です続いてなんですけど、劇場なんですけどね、劇場はね、やっぱりね、コロナになったりとか、あとは僕自身の体調がかなり落ちてた時期なので、もうほとんど映画館はね、最近ほとんど行ってないですね。僕、家の近くに映画館があるんですけど、そこに結構来てはる方とかがいっぱいいるんですけどね、映画館はね、僕かなりしばらく行ってないですね。最後に行ったのはね、2年前で、で、最後に見たのはね、天気の子ですね。アニメとかもたまに見るので、アニメーション映画も結構好きです。ね、あの最近のね、アニメーション映画あるじゃないですか。やっぱね、映像がいい意味でチート級ですよね新海監督の作品とかもそうなんですけど、個人的にはね、ああいう映像系を押し売りにしてる作品はやっぱりね、映画館で見た方がやっぱ感動するかなっていうふうに、まあ、僕はね、個人的にはなんですけど思いますねあの夏の日、あの空の上で僕たちは世界の形を変えてしまったんだ
皆さんはどうですかね、映画好きな作品であったりとかね、最近見た映画とかありますかね。夏の映画はね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかね含めてネットとかでね調べてたら映画の情報が勝手に入ってきたりとかするじゃないですか。でそういうので、あ、これ面白そうやなみたいな映画がいっぱいね流れてくるんですけど、なんか数が多すぎてちょっと僕選びきれないんですよねなのでね、まあ、ぜひですね、この動画をご覧いただいている方でですね、もし映画が好きな方であったりとか、ね、夏見に行く予定である映画、あるいは気になっている映画、ね、最近見た映画、何でもいいのでですね、映画に関してもし興味がある方、好きな方がいらっしゃればですね、ぜひ僕の方にね、この夏ね見た方がいいよという映画がありましたらですね、ぜひ教えていただけると嬉しいので、コメント欄の方にね、まあ、書いていただけると非常に僕は嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。でなんか映画ってね、やっぱ何がいいかっていうと、気持ちのねリセットができるんですよね。 HSP の人とか、まあ、当てはまるのかなっていうふうに思うんですけど、感情がね作品の中に入っていく感覚があったりするので、いい意味で今の気分を切り替えれる趣味なのかなっていうふうに、まあ、僕は思うんですよね。まあ、他にもその作品の表現であったりとかね、言葉の表現であったりとか、だからそういうのも結構勉強になったりするいい趣味かなっていうふうには思いますので、2時間ほどとかにはなると思うんですけど、ね、すごくね、まあ、時間を潰すにもいいですしね、家で気軽に誰でも楽しめるものやとは思いますのでね、まあ、ぜひですね、映画について関心がある方がいらっしゃればですね、いろいろとね教えていただけると嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします、ね、8月に入ってね、だいぶ暑くなってきましたよね。僕もね、もう今日はちょっとさすがに暑すぎるなと思って、まあ、冷房をつけたんですけどね、皆さんもですね、この夏、まあ、もうすぐお盆に入るとは思うんですけどね、体調にはくれぐれもお気をつけてね、行きましょう。ということでね、今日は映画のお話をいたしましたでは今回はこの辺にしておきます。この動画では僕の生活保護やうつ病に関するテーマをメインに動画を投稿しております。この動画をご覧になって、もしよかったなという方は高評価、チャンネル登録をいただけると非常に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、バイビー。